あ、さっきも演奏中にね何度もやってましたけど、このベースラインね、すごいこうバリバリ弾きまくるんですね。あのメロディーと絡むようなベースラインをこう弾きますのでね、そんなようにベースとギターのね両方の役割を果たすような楽器です。そして鍵盤ハーモニカ長崎さくら、これはもう皆様おなじみですよね。お子様たちも鍵盤ハーモニカ知ってる人、はい、知ってますよね皆さんね、多分触ったこと、ね、ああね、みほちゃんみきちゃんも知ってるねはい、知ってます。あのまあ皆さんご存知の通り、ハーモニカとは違って吸っても音は出ません。吹いて押すと誰でも簡単に音が出る、ね、楽器です。ただそれだけですで、ピアニカとかメロディオンとかいう名前でおなじみかと思うんですけども、まあ、楽器の名称は鍵盤ハーモニカ、ピアニカはヤマハの商品名、メロディオンはスズキの商品名ということで、私がやってるのはちなみにスズキ楽器のメロディオンという鍵盤ハーモニカです。あのね、スズキ楽器っていうね、日本では結構老舗の楽器メーカーなんですけど、そのね総合カタログにねあの鈴木楽器のね、あの使ってるメロディーを使ってるミュージシャンの紹介欄があるんですけど、そこにね長崎さくらしっかり載ってますのでね、はい